軍疑問誌真相究明委員会は、大韓民国の軍疑問誌真相究明等に関する特別法に基づき、韓国軍で発生した死亡事故のうち疑問が提起された事件に対する真相を明らかにして、その関係者の被害と名誉を回復し、軍に対する国民の信頼回復と人権増進に寄与するために大統領直属に設置された委員会。過去に、 大統領直属の疑問誌真相究明委員会が民主化運動と関連して公権力により直接間接的に死亡したと疑うる自由がある死の真実を究明する目的で設置されたものとは違い当委員会は軍疑問誌に対する真実を究明することが目的なのでお互いその目的が異なる2009年12月31日をもって活動は終了している 遺族と人権団体等による軍疑問視真相究明活動の展開と国家人権委員会などの国家機関や社会団体への陳情、軍疑問視真相究明と国家責任即急記者会見及び署名運動展開を通じて国家人権委員会が軍疑問視真相究明等に関する特別法、制定の勧告が始まりで国会で特別法が制定され 2006年大統領直属の疑問死真相究明委員会が設立された。疑問死真相究明委員会は、軍人、警備共同隊員、戦闘警察、義務消防隊員として含む中、死亡した人の死亡原因が明確でないと疑えうる、自由がある事故、または事件のうち、1993年2月25日から、 この法の施行日前日までの期間発生したものと、その前に発生した事故、または事件で、委員会で、真相究明が必要と決定して、調査対象に選定したものを調査する。ただし、独立委員会である、真実和解のための過去元整理委員会が、調査開始決定をした事件は除く。特別法第4条及び特別法施行令、第2条で、 以下の業務を遂行するよう定められている。軍疑問誌と関連する陳情の受付軍、疑問誌調査対象の選定軍疑問誌に対する、真相調査軍疑問誌に対する告発、総裁来関係者の被害救助及び名誉回復、等の要請軍疑問誌と関連する、民願いの案内及び、相談軍疑問誌の真相を明らかにしたり、証拠、 または資料を提出した者に対する報酬、または支援に関する事項軍議問紙に対する調査結果、報告書の作成、公表に関する事項軍議問紙の真相究明に関する事項この際、特別な規定のない限り在籍委員の過半数で議決する。事件に対する調査は調査開始決定後1年以内に完了しなければならず、必要により6ヶ月に限り延長できる。 委員会は、長官級の委員長一人と時間級の常任委員一人を含めた7人の委員で構成される。委員の任期は3年である。ありがとうございます。